ベルデハは1938年から1954年までスペインで開発された軽戦車のシリーズ名である。ベルデハと表記される例もあるが、スペイン語では B と V の発音をほとんど区別せずに発音されるため、日本語のカタカナでの表記、特に単語を単独で発音した際の表記としては、ベルデハの方がスペイン語本来の発音に近い。この戦車は、 スペイン内戦中に使われた愛号戦車や T-26 の影響を受けており、これらの戦車との痴漢が計画されていた。計画はフェリックス・ベルデハ・バルダレス少佐が率いており、ベルデハの名称も少佐の名にちなんでいる。計画は 75mm 砲を積んだ自走砲を含む4台の試作車両の開発につながった。これらは 愛号戦車や T-26 の改良型の軽戦車として設計され、戦車自身の防御と反して、乗員の生存性を考慮に入れた最初の開発プログラムの一つである。ベルデ派は長いテスト期間を経て T-26 よりも優れた戦車と考えられたが、量産には至らなかった。1938年から1942年にかけてベルデ派1、 ベルデハニを含む3種の軽戦車が製造され、第二次世界大戦終結後は開発が停止された。ベルデハニに新しいエンジンを合わせる試みや、ベルデ配置を自走砲用の部品に転用する試みもあったが、計画は最終的にアメリカの M47 パットンの導入に傾き、非公式に中止となった。75mm 自走榴弾砲のプロトタイプと、 ベルでハニが現存しており、1990年代初期から展示公開されている。スペインは1919 19年半ばに最初となる、フランスのルノー FT-17 を試験目的で導入し、後の1921年12月18日に10台以上の戦車を受け取った。第三次リーフ戦争では、初の戦車を含む、 陸海共同上陸作戦などこれらの戦車が利用され、その後スペインの初の国産戦車計画であるトルビア計画に向けた貴重な経験となった。トルビア計画ではルノー FT-17 を基礎として4つの試作車両が製作されたが国民政府が興味を失ったことで最終的に開発は終了した。これらの試作車両は後続の国産戦車計画、 トルービア・ネーバルの試みに反映されたが、この設計も試作車両以上の状態にはならなかった。また、国産戦車計画の試みが失敗し、イタリアのフィアット3000など外国製の戦車を調達する試みも頓挫し、スペイン内戦の開始時、スペイン国内で稼働可能な戦車はルノー FT-17 が10台のみであった。戦車が欠乏していたために、 人民戦線にはソビエト連邦が国民戦線にはナチスドイツとイタリアが軽戦車を提供した。1936年から1939年にかけて国民戦線側に向けてドイツは112両の愛号戦車を提供し、イタリアは115両の L335 を提供した。一方、ソ連は 人民戦線側に281両の T-26 及び50両の BT-5 を提供した。国民戦線はこれらの戦車に乗せられた、軽機銃は150メートル以上離れた場合 T-26 の装甲を破ることができないことをすぐに発見し、人民戦線側の戦車は常に、I 号戦車や L3、35千メートルの距離から、撃破可能であった。 t-26 を露獲し、国民戦線の気候部隊に組み込むために、ドイツの少佐ビルヘルム・フォントーマは戦車を捕獲した、スペイン兵に500ペセタの検証をつけた。また、愛号戦車、A 型の方速度が高く反動の少ないイタリアの、ブレナイム 3520mm 機関砲に、乾燥する計画が始められた。4両がこの形式に正常に変更されたが、 この変更はそれ以上広がらなかった。その代わりに国民戦線は T-26 六角を進めるようになり始め、1937年には国民戦線に T-26 の部隊が編成された。1937年9月6日、国民戦線の戦車大隊のメンテナンス部隊を指揮する部隊長であったフェリックス・ベルデハ隊は、 個人的に新型系戦車を開発し始めた。愛号戦車や T-26 と接したことで、彼は現在の形式の戦車の戦闘能力とメンテナンス問題の観点からの欠点を経験していた。ベルデ派は必要とされる将来型戦車の構想を立て、T-26 に看望できる 45mm 砲、2機の同軸機関銃、停止性。 装甲の全周が1 5ト、mm、ルより厚いこと、砲塔棒立て板が最低でも3 0ト、mm、ルであること、路上速度時速7 0トル、戦闘範囲が2 0 0トル、有能なサスペンションと新しい離体などを要件とした。後者の要件は既存の軽戦車で経験に基づいており、戦闘中に頻繁に離体を失ったことに起因している。これらの要件と解決策は、 戦車グループ部隊長のディアスデラ・ラストラ大佐に1938年10月に提示され、計画は承認されたものの、資金と資材が足りていなかったため最初の試験車両の製造には既存戦車のスクラップを使う必要があった。フォントウマからの批判など初期には抵抗もあったが、計画は継続され、ベルデハは試験車両政策を継続するためにサラゴサの倉庫を与えられた。 ベルデファは T-26 の影響を強く受けている。試験車両はスペアパーツと壊れた軽戦車から集められた部品から製造され、長方形の砲塔と 16mm の基本走行を特色としていた。シャーシは4部分に分割されており、運転席は前方の左方に存在し、その隣の前方の右半分がエンジン、ギアボックス、クラッチ、 周駆動機などで閉められており、後方は大部分が、砲塔バスケット46から4 5ト、mm、ル、砲弾2個の60リットル燃料タンクなどで、塞がれていた。砲塔スペースは、戦車式艦、砲手、装填手が乗り込み、1932年式4 5ト、mm、ル対戦車砲と、MG13 機関銃を使用した。手法はもともと百三十二年三月に、 ソ連から 19K45mm 対戦車砲として導入されたもので古い対戦車砲よりも射撃数が多く弾薬が重いのが特徴であった。なお1934年以降に組み立てられた新しい T-26S では新しい大砲が取り付けられていた。砲とは別に 戦車式官用の1932年式パノラマ戦房橋が T-26 から転用された。エンジンは一般自動車用のフォードのフラットヘッド V8、エンジンモデル48を使用しており、3622cc の排気量で 2000rpm で85馬力の出力であった。エンジンは新しいラジエーターと排気システムとともに組み込まれていた。 ベルデ派の試作型には、愛号戦車のアファン PG-31、ギアボックスが使われており、角の回転下で運用されたがトルクは、低く、40度より、急な斜面では、運用が難しかった。おそらく最も珍しい特徴は、サスペンションと離体である。戦車の離体が、天輪から滑り落ちるのを防ぐことを目的に、天輪のための中央の溝を作るために個のリバンが、 合わせられていた。重量は合計5トン以下で、最大速度は時速70キロメートル、戦闘半径は120キロメートルだった。1939年の1月10日から1月20日の間のテストの成功の後、ベルデハは最終モデルの構築を命じた。その後、製造されたベルデハ1の試作型の状況は、ベルデハ少佐が最初に設計した元々の想定により、 近かった。車体は細長く、リアプレートを傾斜させ、燃料容量と戦闘範囲がさらに増加し、弾薬容量の多さと走行の厚さが向上していた。戦車はスペインで唯一装甲車両の組み立てラインが存在するビルバオで製造された。スペイン内戦の集結と資金の不足から、製造は1940年5月まで延長された。試作型は3ヶ月後に完成し、 マドリードのカラバンシェル試験場に送られた。旧型と新型の主要な外観の違いは、車高の低い砲塔であり、手法は 45mm 砲で角度を8度から70度まで動かすことができた。旧式のソ連製1932年式 45mm 対戦車砲は、スペインのプラセンシアでアルマスによって生産された 45mm マークアイ戦車砲に交換された。一方、 新型試験車両でも旧型のサスペンション取りいは継続的に採用された。本質的には新型試験車両の大半の利点はその低い車高、高い位置の手法、12度から45度の走行の傾斜の増加に由来していた。なお、ベルデハイは乗員の生存性を高めるためにフロントにエンジンを配置するオリジナルの形状を保持していた。カラバンシェル到着後、 様々な地形での可動性や火力について T-26 と比較して試験された。車両はそれぞれ5点満点の試験に各テストの重要性の係数をかけた数値に基づいて格付けされた。テスト期間、ベルデハは 500km をメンテナンスの問題なしに走行した。一方、問題は効率的な放熱器がないことによる大量の水の消費と 自体の一つからゴムライナが欠落したことであった。最大速度は類似する外国製の車両と同等以上であり、2メートル程度の残号を渡ることができ、40度程度の傾斜を登ることができた。火力に関しては、車両は高角度でも45ミリメートル戦車砲の反動に耐えられることが証明された。車両のデメリットの一つとして45ミリメートルマークアイ型の ための標準の製造のための時間がなかったために、戦車指揮官の標準機が 37mm 対戦車法用に設計されたものであるという問題があった。テストでは、比較対象になる T-26B が合計205ポイントであり、試作車両が合計243ポイントを獲得した。テストの完了後、試作型は返却され、エンジンの欠陥、 駆動輪の高さ、戦車の走行を最低でも10ミリメートル以上に増加させるなどの変更を含むいくつかの問題が修正された。これらの変更によって試作車両は再度試験され261.98点を獲得した。愛号戦車はベルデ派の砲塔設計に大きな影響を与えた1939年12月2日に100両ずつ重度に 分けて線量の製造計画が承認された。ベルデファ生産の試作車両は120馬力のリンカーンゼファーガソリン V12 エンジンを採用しており、量産にはスペイン政府とフォードのスペイン支部であるフォードモーター、イベリカとの間で契約が必要だった。同時にフォードとスペインの間の交渉が失敗した場合に備え、マイバッハなどいくつかのドイツ企業ともコンタクトを取った。 生産開始後、最低でも月5両の最終組み立てができるように、サラゴサの戦車作業所は拡張される予定となっており、資金調達が行われ、建設のために2年が割り当てられたが、工場建設や拡張などは行われなかった。また、フォードやマイバッハとの合意にも至らなった。その後、スペインの弱い経済、スペイン軍以外の顧客の不在と喪失、スペイン企業が、 建設計画を分かち合う動機がなかったことなどの要因からベルデハ1の製造計画は停止されることとなった。一方では実験的な目的で2両のベルデハ戦車の製造をアデサに受け負わせる試みが行われたがエンジン調達の失敗にもかかわらずアセサは300両の製造を受け負ったもののこの試みも失敗し1941年には計画が放棄された。 ベルデファ1の計画の終了後、ベルデファ隊は第二次世界大戦の開戦時の戦闘による教訓を勘案した後継機の設計を始めた。新しい設計ではベルデファ1と違いエンジンベイを砲座部後方に据えており、これとともに駆動輪も後部に動かされた。エンジンの位置の移動は車両モーターの冷却装置と上員空間の改良で可能となり、砲塔も 前方へ移動することも可能となった。車両の走行は5から10ミリメートルと大幅に増加した。しかし、ドイツがベルデハイ1に縫合戦車のためのエンジンの提供をほのめかしたためベルデハイ1の生産計画がさらに延期され、このため新しい戦車は試作生産が承認されず、さらなる開発を進めるように求められた。新しい車両の製造は、 最終的に1942年に始まり、1944年8月になって、ようやくベルデ・ファニの試作型が実現された。プログラムは、1943年後半に、カルタ・ヘナ港に被体し抑留された、数軸船団から接収した砲合戦車、H 型に重量、スリー号突撃法重量が導入されたこと、さらに失敗したものの1944年に100両程度の、 方合戦車やパンター、ティーガーアイなどの導入を試みたために、さらに遅延した。これらの新しい車両の軍への編入や、ベルデ派一も悩ませた財政問題によって、ベルデ派には、ペガソ Z-200 にエンジンを合わせる試みがあったものの、1950年までほぼ、手付け数のまま維持された。にもかかわらず、 ベルデハは1973年まで工場敷地で維持されており、その後、トレドの不評学校に移動された。最終的には計画は中止と同様になった。後方から見た、ベルデハ 75mm 自走榴弾砲1940年後半から1950年初期の間、スペインでは既存の砲座から自走榴弾砲を作るいくつかの計画が存在した。例として、 1950年代初期に、スペインの技術者は、R-43.105mm 口径、l、L-26 榴弾砲を3、3号突撃砲に組み込む改良を試みた。既存戦車を、自走榴弾砲化するには既存の砲塔と砲格の、改造が必須で、ベルデハも、同様に改造を受け自走榴弾砲に変換する、計画が行われた。8 8ル m l 56型、122メートル ML、46榴弾砲を合わせる試みがあったものの、これらはどちらも計画段階から進展はしなかった。最も成功した計画はベルデハ1の試作型の、車体を利用した75ミリメートル自走榴弾砲の計画である。1945年に開始され、 ベルデハ少佐はスペイン軍艦建造協会が設計した75メートル ML40 速車榴弾砲を使った車両の設計を命じた。ベルデハ1からの主な変化としては、砲塔が取り除かれ10ミリメートルの厚さの構成の砲立てに再配置され、車体の上部と後部の装甲は除去された。榴弾砲は単一構造の交換として設計され、 ダブルバッフル型マズルブレーキが利用されており、40口径で十二旋回する構造だった。搭載された、榴弾砲は、上下に0.5度から25度の間で、左右に4.5度まで動かすことができた。乗組員は、褒美の両側の方立ての近くにある、弾薬収納庫に弾薬をに発発まで収納、可能であり、発射までの動作が簡単であった。また、 補助運搬機でさらに24発の砲弾を積むことができた。運搬機は3.7センチメートルパック36対戦車砲の車軸と車輪を利用していた。試作型の特徴は機械式ブレーキが車体後部の遊び車に組み込まれていることで発砲や回避行動によるトランスミッションの損傷の際も車両の安定性を保証していた。必要な部品の入手可能性と 複雑な変化が必要なかったため、車両はすぐに準備され、広く試験された。しかし、製作された、自走砲の運命はオウムネベルデハニと同じであり、車両は1973年まで根拠地のカラバンシェルに放置されており、その後機械化不評手段はトラスナンバー55に収容され、スペインのアルフォンソ発生基地に移動された。その後すぐに基地を移動され、最終的に、 マドリード郊外の走行車両博物館の一部の L ・ゴラッソ基地に収容された。1953年にはアメリカとの交流が始まり、アメリカ製走行車両の到来によって、ベルデファ計画は公式ではないが終了した。1954年から、スペイン軍は389両の M47 パットンを受け取り、運用中であった T-26 愛号戦車。 砲向戦車を置き換えた。ベルデ派は、すでに諸外国製のパンター、T-54、M47 などのより強力、大型の戦車と比べてかなり時代遅れになっていた。T-54 は、砲塔で 200mm の装甲であり、ベルデ派にの最大装甲圧の 40mm より、はるかに厚かった。スペインがベルデ派施策時に利用した。 ソ連製1932年型 45mm 砲は第二次世界大戦後期の戦車である T-34 でもより強力な 76.2mm 砲に置き換えられており、ドイツもバンターで 75mm 砲を導入していた。さらに1950年代にはソ連戦車は 100mm 砲を、アメリカ戦車は 90mm 砲を導入していた。 ベルデハはスペインで最も成功した独自設計の国産戦車であったが他の戦車製造国はすでにより優れた戦車を製造しており決定的な差がつけられていた。またアメリカがスペインへの M37 や M44 自走榴弾砲の提供を提案したことでベルデハ改造型自走砲の独自開発の必要性も失われた。結果、 1954年以降ベルデハイへの関心は薄れていった。スペインはその後1980年代終わりのリンチェ計画を試みるまで国産戦車計画を行わなかった。ありがとうございます。